M113 装甲兵員輸送車から展開するアメリカ陸軍の機械化不評機械化不評は軍における陛下の一つ。不評戦闘車などに登場することにより戦車部隊に追随できる機動力、戦闘力を有する不評である。単に戦場間を車両で移動するだけでなく流動的な機動戦に参加することを前提としている点が自動車か不評との違いである。 機械化不評とは、戦争の形態が戦車を中心とした、機動戦が行われるようになった第二次世界大戦時にドイツで初めて編成された。戦車は、その戦闘行動において、不評の支援が絶対に必要であるが、不評の多歩行軍は、戦車の機動性に追従できなくなってきていた。そのため、車両や装甲車に登場し、戦車部隊に追随できる不評が求められ、 機械化不評が編成された。ただし、第二次大戦における各国の不評の機械化は、アメリカが実現したくらいで、ドイツにおいてさえも常に不十分であった。最初の頃の機動性を持った不評は、トラックに登場する場合が多く、自転車を用いた大日本帝国陸軍の銀輪部隊などもあったが、それらは、不正地での行動に問題があったため、 次第に早期車両が重視されるようになった。冷戦期には BTR に代表される走行兵員輸送車に登場するケースが多く、冷戦後期や冷戦終結後には車両そのものの戦闘能力、機動力をさらに高めた重武装の不評戦闘車も配備されるようになった。国や時代、機械化の程度により名称が異なる場合があり、自動車か不評とも呼ばれる。 混同を避けるため、装甲兵員輸送車を装備している場合は、機械化不評、トラックを装備している場合は、自動車化不評、特別して呼ばれることも多い。実質的に自動車化不評もしくは機械化不評であるが、慣例的に別の名称、日本語訳が当てられることがある。代表的なものとして、ドイツ国防軍の場合は、総合的弾兵大日本帝国陸軍の機動不評、 ソ連軍の自動車加速撃兵など、モータリゼーションが進んだ現代では、不評が車両に乗って移動するのは普通になってきており、機械化不評という場合には、特筆しない限り走行車両を装備した不評を指すことが多い。ありがとうございます。